はい、本日はちょっとつまらないお話だと思います。小難しい話でね、ちょっと政治のお話になっちゃうんですけども、ちょっとこうメールが来てまして、まあ、お付き合い興味がある方はどうぞお付き合いいただけたらなと思うんですけども、ちょっと本名でこれ来てるのでアルファベットの T さんということで、呼ばさせていただきますね。 T さんありがとうございました。内容なんですけど、先日ティジェルさんは政治のお話を少しされてみましたが、万が一日本が戦争になった場合、ティジェルさんはどうされますかということなんですけど、まずこれどうしようかね、もう逃げるしかないなどこ行くだっつってね、困ったな、もう考えてへんわどうしようで、まあ、逃げるっていう選択肢を取ると思うんですけど、まあ、逃げるか隠れるかそんな感じかな。皆さんならどうするって感じですね。ただもう一つ考えがあって、私ね、日本はね、戦争すらね起きないんじゃないかなと思ってるんですよ。で、これは悪い意味での方なんですね。平和だからこの次、ね、平和続くだろうって、そういう、楽天的な話じゃなくて、要は戦わずして勝つという、ね、ことわざありますよね。戦わずして勝つって、ね、これが日本に降りかかるんじゃないかなと思ってですね。というのも今、日本のニュースに対してね、いろいろ政治に対してやってますね。防衛費増税だなんつって、ね、アメリカから兵器買い回すってやりましたね。ね、はい、にもかかわらず経済状況もボロボロ、要は内政がもうズタボロなんですね。そんな状態の国を攻めるのに、わざわざ兵器だとか、軍隊生産を連れて日本を攻めるっていう必要性がまずない。そんなことしなくても勝てちゃうっていう状況ですね。皆さんが例えば日本を攻めるとなった時に、考えてもらえたら分かりやすいんじゃないかなですか。私が例えば日本を攻めるんでしたら、まず諜報員を日本に送ります。日本をの状況を調べてこいっつって、まあ、スパイ天国なんて言われてるわけですから、当然、内政経済ボロボロ、みんな貧困ですというような状況で、しかもね、少子高齢化なんて言われて、はい、そして、国はどんどん増税します、はい、で防衛費ね、いろいろ武器を買います、そんなことやってますね。で、食べ物のじゃあ、供給率はどうですかって言ったら、いやー、これはですね、もう輸入ばっかりで自分で作るなんてことは全然してません。そして、乳牛捨てろ、ね、牛殺せなんてやってますっていう情報とかね、やっぱりこう敵軍からすれば情報簡単に手に入っちゃうわけですね。はい、ね、よし、分かったっつって言って、じゃあ主な貿易している国はどこかって言ったら、あ、中国ですってなるわけですから、じゃあ裏で中国と外交交渉するわけですね。で、なんていうか、いやー、そうですね、中国さん、すいません、日本実は攻めたいんで、貿易止めてもらえますかっつって、いや、そりゃできんよ、だって日本さんはお得意さんですし、お金払ってもらってるんでねとか言って、ね、あ、だったら日本のお金を私は我々の国が肩代わりするんで、日本止めてくださいって言って、あ、あんたのとこ払ってくれんのって言って、わかった、止めるよって言って、ペーンと止まっちゃうんですね。そう、止まるとどうなるかっていうと、7割8割型のですね、中国から入ってきている物資が急にポーンと止まるわけですね。そうすると食べ物とかが、スーパーとかにいろいろ置いてあると思うんですけど、それがほとんどなくなっちゃうんですね。はい、そうするとどうなるか、物価高がさらに拍車がかかるわけですね。食べ物の値段が一気にゴンと上がったりするわけです、ね、4倍5倍下手したら、10倍ドーンと上がったりするわけですね、はい、やばい、食べ物が供給がないとどうしようって言って、他にいろいろのお金がいるから、みんなからさらにまた増税して、それを使って他の国と貿易するんだって慌てて、ね、日本国はやったりすると思いますけれども、当然自分で作る供給能力はないわけだから、他の国を頼るわけですね、はい、で、食料がの値段が急に跳ね上がっているので、当然敵からすると、しめしめってもうちょっとかな、またまだかなってこう待ってるわけですね。何を待つか、内乱ですね、国民が一気を起こすのを待っていると。
もう高すぎて無理だって、ルールなんか知ったこっちゃねえ、法律も知らねえ、生きていくために食べるんだって、でみんな取れっつってね、はい、その証拠にね、あの今、結構老人の方がね、あの簡単にスーパーとかで万引きしてますね。そういうニュースとかやりますね。お金がないからね、おにぎり取ったとか果物取ったとかでやってますね。はい、だから値段がバーンと跳ね上がったら、もうみんなルール知らんわ、生きていくためにもう食べ物取れっつってね、内乱が起きた。でその内乱が起きた、よし今だ、攻め時だーつって、ちょっとぐるん、ちょっと兵隊ファーっと生かしゃいいのね。それで日本あの陥落だな。ね、はい、という流れで、日本はね、潰れてしまうので、いわば戦わずして勝つっていう状況が今はの現状あり得るんじゃないですか、日本もし攻めるんだったらね。なので戦争すら起きずに日本は負けてしまうっていうことを、経験してしまうんじゃないでしょうかって思ってるんですね、私個人的にはね、はい、だって内政がボロボロの国なんてどんな状況下でも怖かないですよね。だって、一発逆転しましょうみたいな技術とか、機械とかね、物資っていうのが発明できないので。内政ボロボロだから。ね、そんなスーパーマンみたいな人間現れないので。ね、なので、もう、だから、何にも怖くないんですね。内政ボロボロの国。だから例えばアメリカ攻めますとかなったら怖いんですよね。やっぱり民間に企業には Google とかあるわけですね。テクノロジーの最先端があるわけですから、どんなことを発明するか分からへん。敵からしたらすごい、やっぱ攻めるのに躊躇しちゃうんですね。ところが日本なんかもう攻めるまでもねえじゃんって話なんですね。これがまあ私の、考え方かな。日本はもし攻めるんだったら、要は内政から、内政が潰れてるんで、そこの弱点をつっついていくという戦い方なので、戦争すら起きないよ。ただし、そのまま日本は壊滅しちゃいますっていう感じですね。はい。これが私の意見なんですけどね。皆さんでしたら日本をどうやって攻めます？どうやって攻めます？ね、なので、私としてはもう、起きたらどうするって言うけど、まあ、まずそもそも日本、戦争すら多分起きないんじゃないですかっていうところなんですね。はい。まあちょっと今回はつまらないお話でございましたけど、お付き合いありがとうございました。はい。では次回もぜひご覧になってください。バイバイ。